急行特別臨時便発車します。なんとか間に合った。本日は金井区直通アマテラス急行特別臨時便をご利用いただきありがとうございます。当列車はアマテラス社の最新技術を導入し、安全快適な全自動無人運転を実現しております。運転士および乗務員は同乗しておりませんのでご了承ください。自動運転？運転士も乗務員もいないのか。当列車は5両編成で目的地までは止まらずに運行いたします。お食事お飲み物などは2号車にて提供しております。洗面所トイレは1号車と5号車でご利用いただけます。緊急時には3号車の予備コントロール室にあるインターホンで管制室へご連絡ください。それでは金井区到着までアマテラス急行の旅をお楽しみください。5両編成って言ってたけど、ここは先頭の1号車か。とにかくまずは他の探偵たちを見つけて合流しないと。これがあれば。要チェック。超重要じゃん。これは覚えておいた方がいいね。便利なものはどんどん使おうね。脳みそに焼き付けて。わかりやすい。なるほどね。乗車ドアに注意書きが書いてある。手を挟まれないようにご注意ください。安全のため走行中は開きません。この列車の案内図だ。先頭と最後尾の車両が運転車両で、その間が客室車両になってるんだな。開かないのは当たり前か。
ここは戦闘車両で、こっちはその戦闘の方だもんな。むしろ開いたら落ちちゃうよ。メインコントロール室 A と書いてある。ドアはロックされていて開かない。中には運転席があるけど、人の姿は見えないな。機械が作動しているみたいだけど、あれが自動運転装置ってやつかな。洗面台とトイレがある。ここは洗面所だな。今は誰も入っていないみたいだ。すみません。やっぱり。清潔そうなベッドが見える。ここは救護室かな。鍵がかかってるけど、中には誰もいないみたいだ。あれ？この列車の案内図だ。メインコントロール室 B と書いてある。ドアはロックされていて開かない。中には運転席があるけど、人の姿は見えない。機械があるけど作動してないな。車両の両サイドに運転席があるのは、運転車両がどちらの進行方向にでも進めるためか。今のなんか探偵っぽかったかも。ドアの向こうから話し声がする。誰かいるみたいだ。もしかして世界探偵機構の方々ですか？そうですよね、小探偵の皆さんですよね。そうだな。君は？僕も皆さんと同じで世界探偵機構の小探偵みたいです。坊やが？世界探偵機構の超探偵？らしいです。らしいです？なわけあるか、僕！え？てめえみてえなジャリンコが超探偵だ？出まかせ吹いてんじゃねえぞ。干からびたアリクイみてえな顔しやがって。アリクイ？これどういうことなんです？おい、超探偵を語るなんていい度胸じゃねえか。この場でぶち殺してやろうか？待ってください。ちょっと僕の話を。あ、そうだ、僕が超探偵だって証拠があるんです。
世界探偵機構からの手紙。本物だ、間違いない。はぁ、マジかよ。何か事情がありそうだな。話してみたまえ、私が許可する。は、はい、ありがとうございます。といっても説明できることはほとんどなくて。というわけなんです。記憶喪失だって？そうみたいなんです。それで皆さんにお伺いしたいんですけど、この中に僕のことを知ってる人はいませんか？いないみたいね。そんな、仲間なのに誰も知らないんですか？じゃ、僕は何者なんですか？それを聞きてえのはこっちだな。だいたいその手紙が本物だとしても、おめえがそれを受け取った本人とは限らねえ。なんでそんなに僕を疑うんですか？それには少々訳があるんだが、その前に君は世界探偵機構がどういう組織か分かっているのか？なんとなく記憶にあるような、なくないような。ないようだな。知らずに名乗っていたわけか。はい、すみません。まあ、迷える子羊を導くのも我々超探偵の使命だろう。よろしい、私が説明しよう。話を聞いているうちに記憶が蘇るかもしれない。ありがとうございます。いいかね、世界探偵機構というのは全世界の未解決事件撲滅を掲げる超法規的かつ超特権的な組織だ。世界各地に支部となる探偵事務所が存在していて、その活動の中心を担っているのが超探偵だ。現在組織に所属する超探偵は約1000人。その全員が探偵活動に特化した特殊能力を持っている。特殊能力？調査に用いられる超自然的な能力、すなわち探偵特殊能力だ。例えば透視や読心術など、もともと異能の素質を持った者が世界探偵機構で訓練を積むことで調査のための特殊能力として身につける。そうして探偵特殊能力を身につけた者だけが超探偵と認められ、探偵賞を授与されるのだ。そうだ、もし君が超探偵なら探偵賞にきっちりとその記載があるはずだ。探偵賞？カード型の身分証だ。ポケットをよく探してみたまえ。ないみたいです。探偵証がねえなら仲間とは認められねえな。まああったとしても偽造を疑うだけだ。そんな、
僕は本当に怪しいものじゃありません。あの、横から失礼します。彼ばかりが本物かどうかを疑われているようですが、そういうあなた方こそどうなんです？証明が必要という点ではみんな立場は同じだと思いますけど。なんだとおめえ。いや、彼女の言うことはもっともだろう。この場の誰もが互いに初めて会う関係なんだ。素性を疑うのはやむを得ない。え、初めて？皆さん知り合いではないんですか？超探偵同士が顔を合わせる機会はそう多くない。各自常に依頼で世界中を飛び回っているからな。私もこれだけの人数が揃う任務は初めてだ。ようやく招集メンバー全員が集合し、さあ自己紹介でもという時に君が入ってきたのだ。そうだったんですね。では改めて自己紹介といこうか。遅れてきた彼も交えてね。はあ？まだ自己紹介なんてやる気かよ。しかもこの偽物もだと。今はお互いの素性を情報として把握しておく必要がある。この不可解な状況下だからこそなおさらだ。不可解な状況か、どういうことだろう。では始めようか。俺はエイフェックス・ローガン。東のスラム街にある探偵支部から来た。今でこそ超探偵なんて言われてるが、元は貧しい密入国者だ。でもよ、ガキの頃はそれなりに真っ当な家で真っ当な暮らしをしてたんだぜ。両親は弁護士だった。不正を許せないたちでな。よせばいいのに、地元のマフィアに手を出しちまった。おかげで二人とも殺された。俺の目の前で首をかき切られてな。そんな、ひどい。俺は身を守るために家から逃げ出し、港に泊まっていた船に飛び乗った。どこの国のものとも知れねえ船だ。その時に過去も故郷も捨てた。そしてスラム街に流れ着き、ただ生きるために生きた。この年まで生き延びたのは単に運が良かったんだろうな。探偵になったのは能力の素質に恵まれたことと、もちろん復讐のためだ。悪い奴らは許さねえ。悪くねえ奴らも俺に歯向かうなら許さねえ。何が悪で何が正義か分かんねえなら、まずは両方ぶっ飛ばす。やられる前にやれ。そいつが俺のモットーだ。この人、見た目通り怖そうな人だけど、実はそれだけじゃなくて、この人なりの悲しみを背負っているみたいだ。俺の探偵特殊能力について詳しくは教えられねえが、まあレーダーみてえなもんとだけ言っておくぜ。詳しくは教えてくれないんですね。文句あんのか、ジャリンコ。いや、ないです。それにしてもおめえ、貧相ななりしてんな。顔色も悪いし、不幸が染みついてるぞ。なんかやべえもんに取りつかれてんじゃねえか。そんな、まさか。探偵の基本はタフさだ。俺がこの場で鍛えてやろうか。まずは刺し傷に慣れるところからだな。アイスピックから始めて、ハサミ、果物ナイフ、
いえ、結構です。遠慮してんじゃねえよ、ジャベリコのくせに。本当に結構ですから。けそいつは残念だ。本官は懺悔イレイザー、同意辺境の探偵支部から参った。自己紹介と言われたところで本官に語るべきことなど何もありやせん。過去はその日の夜にロックのアイスと共に溶かす。長いことそうやって生きてきたんでな。探偵特殊能力は念写だ。本館の記憶を念写映像として電子機器に移す。詳しい説明は必要なかろう。本館からは以上だ。この人、見た目からしてただものじゃない雰囲気が漂っているな。それではこの私、ジルチ・アレクサンダーが自己紹介をしよう。私は南部の森林保護地区にある探偵支部から来た。人々は私を大自然の調停者と呼ぶ。私は人を愛し、自然を愛し、何よりそれらの調和を愛している。しかし時に調和を乱す者が現れる。私が専門としているのはそういう連中の相手だ。ソウルズ湖のダム建設における工事関係者連続怪死事件をご存知かね。ダムに沈んだ祭祀場のたたりといわれ、工事に携わった人間が次々と変死した事件だ。100年に一度の難事件といわれたそいつを解決したのは、何を隠そう、この私だ。ま、なんてことはない。犯人はダムリ県に目がくらんだ現地の者たちだった。ただ異常だったのは村人52人全員が犯人であり、秘密を守るために互いの指を交換し合っていたことだ。どういうふうに交換し合っていたかは想像にお任せするがね。人と自然の調和が乱れるとき事件は起きる。それが探偵として学んだことの一つだ。大自然の調停者か。いかにも優秀な探偵って感じだな。僕のことを疑ってはいたけど、ちゃんと公平に話を聞いてくれたし。見た目は気難しそうだけど、実は結構いい人なのかも。それと私の探偵特殊能力についても話しておこう。調査上の機密を自ら明かすのもどうかと思うが、今はそうも言っていられない状況だからな。私の探偵特殊能力は動物調査だ。動物を意のままに操り調査に利用する。実に博愛主義者の私らしい能力だろう。利用方法は様々だが、情報収集が主だ。警戒されることなく対象に近づくことができるからね。操作できるのは基本的に4本足の哺乳類のみ。そしてあまり賢くない動物の方が扱いやすい。私がよく使うのはネズミだな。潜入調査にはもってこいの動物だ。残念ながら今ここで試してみせることはできないがな。この列車にはネズミ一匹いそうにない。
偵として優秀なだけじゃなくて、そんな特殊能力まで使えるのか。やっぱりすごい人なんだな。私からは以上だ。親愛を込めて次の者に順番を譲ろう。ねえ、どういう？僕ですか？そうよ、どういう？ちょっとここに立って。なんですか？これどういう？ちょっと測らせてもらうわよ。少しじっとしてて。もう少しで測り終えるから。ありがとう、参考になったわ。よく似合っているわね、その服。私はメラミゴールドマインよ。ここに来る前は遠い北の方にいたわ。そこには高齢術に長けた探偵の集う支部があって、私もそこでイタコとして活動していたの。イタコって何ですか？自分の体をよりしろにして死んだ人間の魂を呼び戻す人のことよ。魂を呼び戻す？それって死者なら誰でも呼べるんですか？例えば事件の被害者で。ええ、もちろん。ただし条件として、その人が生前に着ていた服が必要になるわ。その人の服を私が着ることで降霊が可能になるのよ。だから私より小柄な人は基本的に無理ね。逆に大きすぎてサイズが合わない場合も無理。それからダサい服も無理だわ。洗ってない服とかおじさん臭い服なんて言語道断。条件っていうより好みのような気がするけど。服は着る人の人格、生活歴、全てを表すわ。皮膚よりも上にある素肌、それが服というものよ。他人の目にさらされる面積で言えば地肌よりも服の方が多いものね。だから服装というものにはその人のアイデンティティ、個性が凝集しているの。ほら、裸の幽霊ってほとんど聞かないでしょ。幽霊が服を着ているのは服装や身なりにもアイデンティティがあるからよ。言われてみれば確かに。だから記憶喪失の坊やのこともその服を見れば大体どんな人間かは分かるわ。え、本当ですか？その制服は間違いなく世界探偵機構から支給される正規品だわ。そして体を測らせてもらったけど、服のサイズはぴったりで他人の服には思えないわね。ってことはやっぱり僕は超探偵で間違いない。こっちなんだ。記憶さえ戻ってくれれば何もかもわかるのに。私の話はこれくらい。今後ともイタコ探偵メラミをよろしくね。自己紹介。自己を紹介する。主観でのみ観測可能な自己像を客観的に。大丈夫ですか？何か心配されるようなことでもしたでしょうか？
あ、いや、自己紹介について悩んでるみたいだったから。そういう経験がほとんどないので、どうしたらいいか考えていたのです。そもそも自己と呼べるようなものって存在するのでしょうか。外界からの刺激に反応する神経組織の束、強いて言えばそれがプッチーラブミンです。名前プッチーさんって言うんですね。名前は自己認識とは無関係なラベルに過ぎません。単なる分類記号です。あくまでこの探偵証と同じ役割だとプッチーは考えます。なんだか変わった人だな。世界探偵機構に舞い込む仕事のほとんどは未解決事件の調査ですが、プッチーの依頼は信用調査が多いです。依頼主は主に企業や政治家です。依頼主にとって取引相手が信用に足るかどうかをプッチーの探偵特殊能力を使って調査するのです。使える探偵特殊能力は超聴覚。意識を集中すれば遠く離れた人のささやき声はもちろん、足音から心臓が脈打つ音まで聞き取ることができます。プッチーのいるところでは秘密の会話などありえません。じゃあ駅で何か不審な物音を聞きませんでした？奥の身に起こったことが少しでも分かれば。残念ですけど、意図的に聞こうとしない限り遠くの音は耳には入ってきません。ああ、そうなんですか。普段から全ての物音や話し声の中に浸っていると、自分と世界との境界線が溶けていく感覚に陥るんです。ただでさえ気迫の自我が消え去ってしまうような。だから能力を使う時以外は耳を閉じています。能力に恵まれるっていうのも大変なんですね。この不思議な雰囲気はもともとなのか、それとも探偵特殊能力を身につけたからなのか。とにかく普通の人にはない独特のオーラがあるな。説明は以上です。こういうところは結構ベタなんだな。